2023年のノーベル生理学・医学賞にカタリン・カリコ博士、並びに同僚のワイスマン博士が、受賞されました。受賞おめでとうございます。この研究はメッセンジャー RNA ワクチンの開発に結実した基礎理論を作ったということです。で、ちょっとまだ発表されたばかりで、ちょっと画像がありませんので、2021年にアメリカの医学賞であるラスカー賞を取った時のサイトより画像を引用させていただきました。それでは本研究の要点を述べたいと思います。2023年ノーベル医学生理学賞受賞、カリコ・ワイスマン博士の研究要約です。RNA という遺伝子のコピーの一部のヌクレオシド、というのはこれ構成の単位なんですが、を分子的な修飾をしたヌクレオシドに置き換えることにより、人の自然免疫による炎症を抑制し、タンパク合成量も増加させることができる。今回の新型コロナウイルスに対するメッセンジャー RNA の技術として結実しました。で、カタリン・カリコ博士は、ファイザーと契約しているビオンテックの、メンバーですので、ファイザーの、開発に直接は関わったんですが、モデルナとかの、作っているメッセンジャーワクチンも基本原理は一緒です。さて、その基本的な話なんですが、ウイルス何度も持ってるんですが、あるいは実験的に、普通のメッセンジャー RNA を人の細胞に注入すると、あるいは侵入すると、普通はこれ異物として排除されてしまうんですね。自然免疫で炎症が発生して排除されてしまいまして、目的のタンパクは合成できません。ところが、今回の研究の成果である修飾メッセンジャー RNA という形で、ちょっと分子的のこのオレンジの玉で表現してますけど、修飾を施した上で人の細胞に入れると、炎症が発生せずに自然免疫を回避しながら、きちんとタンパク、ウイルスの場合の表面の S タンパクというやつですけど、を合成させることができる。で、そうすると、それが獲得免疫、人にウイルスに対する免疫を獲得させ、感染予防や重症化防止に役立てさせることができるということです。本動画で詳しく解説します。で、本動画は非常に免疫やウイルスのことについて非常に詳しく解説して40分程度になってるんですが、ちょっと40分見るのは大変だと思う人は、最後の10分あたりを見ていただくと、要点が分かりますので、全部見ていただいた方がより分かるんですが、長いと思う人は最後の10分を見てみていただければと思います。講師の朝倉の自己紹介です。日本物質生物学会の会員です。で、これ実験しているところですね。そして、駿台予備学校の生物科で、主に医学部受験生に生物を教えてまいりました。そして、その特性を生かしながら、船橋市議会議員でもありますので、変異株検査や PCR について市議会で質問し、船橋の保健所の検査室の充実のために質疑をしてまいりました。そして、本としては、ウイルスと遺伝子という本を表しさせていただいております。これが2005年のカリコ博士の論文です。で、ここに今回の受賞の要点が書かれているんですが、ヌクレオシドモディフィケーション、これはヌクレオシドに対する修飾ということですね。で、それがトルライクレセプター、レコグレーションオブ、トルライクレセプター。これは、トルライクレセプター、後で解説しますが、人の自然免疫による認識を、RNA の認識を抑制できると。つまり、人のその自然免疫系による排除を抑制できるという論文であります。で、原文は2005、カリコというふうに打っていただくと検索可能ですので、ぜひ、打って全文読んでいただければと思います。カリコ博士の研究人生は順風ではありませんでした。一番大変だったのが、そのハンガリーからアメリカに亡命したんですね。で、その時に、ここにあるんですけど、
熊のぬいぐるみのテディペアに全財産をそっと閉まらせて、出国したという話もあります。で、そのアメリカに渡った後も、研究の、が順風でもなかったんですが、いろいろ苦労された末、さっきの2005年論文を書かれたということです。さて、これがファイザーのワクチンの正式な名称です。コミナティ筋注、筋注というのは筋肉注射ですね。コミナティ筋注。で、その次に、ここに小さな文字で書いてあるんですが、ここが非常に注目していただきたいポイントでありまして、コミナティ筋注、コロナウイルス、収束リジンという言葉がありますね。収束リジンメッセンジャーで。これが、今回の受賞の中身。で、一般にこれまでの報道は、メッセンジャー RNA ワクチンとか RNA ワクチンという言葉を使うんですが、収束リジンというのは、これまであんまり報道されてきませんでした。で、ここに今日は注目していきたいということです。さて、基本的なことのまとめです。これまで、ワクチンには、これまでのワクチンは生ワクチンと不活化ワクチンがある。で、生ワクチンっていうのは、弱毒した病原体そのものを入れること。不活化ワクチンっていうのは、その成分を不活性化して入れることです。で、それを入れると、それを樹状細胞とかのマクロファージが鈍色して認識をして、ヘルパー T という免疫系の親分に伝えて、その励ましのもとに B 細胞が中和抗体という、病原体を串刺しにするような槍を飛ばすという形で対抗します。これを体液性免疫というふうに言います。さて、メッセンジャー RNA ワクチンはそのやり方ではなくて、メッセンジャー RNA、今回の場合には、コロナウイルスのトゲトゲの突起タンパクの S タンパクを指定するメッセンジャー RNA を室の膜に入れ込んだ状態で注射するんですね。さて、これが人の筋肉細胞、筋肉注射するわけですけど、その筋細胞、あるいは筋細胞の、筋棒にいます樹状細胞という免疫細胞がの中に侵入しますと、これ自身が人の、タンパク合成装置であるリボソームを使って S タンパクというのを合成するんですね。で、この S タンパクを合成すると、それを先ほどの流れと近い形ですが、ヘルパー T と樹状細胞、ヘルパー T、B 細胞といきまして、中和抗体を作らせるとともに、実はもう一つルートがありまして、この S タンパクの成分を MHC という皿の上に提示すると、細胞障害性 T 細胞という細胞性免疫という別ルートの免疫も活性化することができるということです。今回の研究の基本的な点は、ここの、細菌、ウイルスとか細菌とか人が共通に使っている RNA の基礎素材であるウリジンですね。このウリジンを、ちょっと置き換えたと。で、ここにウリジンに、ここに N、ナイトロジェン、窒素原子、ここにカーボン、炭素原子があるんですが、それを C と N、これ逆転させてるんですね。で、なおかつ、この N のところにメチル基というのをくっつけた。わずかこの3分子を、の置換を行ったものが、1メチルシュードウリジンです。収束ウリジンと言います。M1 プサイ、あるいは他に Y と表記することがあります。で、それをカリコ博士らの研究の結果、これを収束ウリジンにすることで、人の自然免疫を、回避しながら、人の細胞の中で、ウイルスタンパクを作らせて、それが獲得免疫に役立つという研究です。もう本当にわずかな変換で、役立つことができたということですね。で、ウイルスは、SARS-CoV-2、今回の SARS-CoV-2 の増殖について確認しておきましょう。で、ウイルスは細菌と違いまして、いくら培養しても単独では自己増殖しないですね。いくら栄養分の多いシャーレの上に置いても、それで24816というふうに細菌のように増えることはしない。じゃあ、どうやって増殖するかというと、人の細胞の中に侵入して、人の細胞のタンパク合成装置とかさまざまなものを乗っ取って、子どものウイルスを出芽させるんですね。さて、その時に一番ポイントとなるのが、この S タンパクの、S タンパクというトゲトゲの突起タンパクが、人の細胞側の ACE2 という受容体に張り付くことが侵入の最初になるんです。
よって実は今回のワクチンはこの S タンパクを認識させて人に排除させる抗体や細胞性免疫をつけさせようというのがポイントとなってきます。でここら辺の話については別の動画にありますので後で紹介しますが、今日は省略いたします。さて、3点を解説していきたいと思います。その3点はこれからより深く、この現象を理解していただくために、必要な点です。で一つは人の細胞自身で遺伝子というのがどのように発現してタンパクを合成していくのかというその流れですね。でこの流れのどこをウイルスが乗っ取るのかということです。そしてメッセンジャー、今回のメッセンジャー RNA ワクチンはどこに働きかけているのかという、まあ、この1番がしっかり分かれば2番3番も分かりやすいということで1番から解説をしていきます。さて遺伝子というのは実は十分に時間があってじっくり説明すれば理解できるものなんですが、大体多くの人が遺伝子という言葉を聞いただけでなんていうか難しいと思って進めないことが多いんですね。ということでちょっと最初の取っかかりとして例えを、言ってみたいと思います。これは今音楽はスマホで直接聞いてしまう時代になったので、ちょっと古いかもしれませんが、5年10年前を思い浮かべてください。CD、コンパクトディスクというものを使ってよく音楽聞いてましたね。じゃあその情報の流れ、音楽会社に歌手が本番で歌を録音します。まあ中島みゆきさんとか、乃木坂46とか、そういう人たちが歌を録音するんですね。でこの歌の原本と録音データは音楽会社自身が持ってるんです。さてそれをコピーするんですね。人々にたくさん売るために販売用 CD にたくさん焼きます。でそれが各店舗に置かれます。でそれを各人が購入して家に持って帰って CD プレーヤーという機械に円盤をかけますね。でそうすると具体的に音楽という情報が出てくると。これが今の流れであるんです。音楽の流れですね。情報の原本があって情報のコピーがあって実際使うものが出てくる。でこれと同じ仕組みが細胞の中にもあると。 DNA というのが情報の原本で核という入れ物の中に入っている。でそれがコピーされて、これ実は全部コピーするじゃなくて一部ずつを、その必要なところだけをコピーしてメッセンジャー RNA を核の外、細胞の核の外が、細胞の中で核より外側という意味ですけど、細胞質に持ってきまして、ここでリボソームという読み取り装置でこのメッセンジャー RNA の情報を読み取るとタンパク質になるんですね。でこのタンパク質ができると、タンパクだけじゃなくてタンパクが酵素として働きますので、さまざまな他の物質や生体の反応ができるんです。非常にこれ、似てる感じなんですね。イメージ湧きましたでしょうか。さてそれでは次にもう少し具体的に細胞の中での動きを見ていきましょう。まず実は最初から DNA が情報を発現するみたいに言ったけど、例えば音楽を作る時でも最初にこういう歌を作ろうとい う, 作曲者の思いがあって、振り付けをつけたりいろいろありますね。 つまりこういう歌を作ろうという思いがあると同様に、こう遺伝子を発現させようとする、その情報は外から来るんです。細胞の外から、他の細胞から例えばホルモン、リガンドという総称するんですが、ホルモンなどが来ますと、それがアンテナに受け止まりまして、こういう情報が来たからこういうものを作りなさいという情報が来ましたよということをその核の中に伝えます。でそうすると核の DNA は二重らせんをしているんですが、二重らせんがほどかれまして、その片側をメッセンジャー RNA というものが水色で表現してますけど、コピーするんです。でこのコピーが裏返し、なんか暗号みたいなものがありますけど、この暗号のことは後で解説しますが、裏返し暗号のコピーをしまして、ここに、持ってくる。さてこの、メッセンジャー RNA が、細胞質に出てきて、リボソームというCD プレイヤーのような読み取り装置に読ませるんですね。でその時に重要なのはこの GGC とか UAU という3文字、この、記号の3文字ごとに1つのアミノ酸が指定されて、
ここを仲立ちして荷物を運んでくるトランスファー RNA という仲立ちもいるんですが、まあ、3文字ごとに1つのアミノ酸が指定されて、そのアミノ酸の並びができるとタンパク質が合成されていくという流れです。音楽でもドレミファソラシドという、まあ、もっと、シャープとかフラットとかもありますけど、あの音素があって、音素がつないでいってその音楽ができるように、タンパクもアミノ酸というものがつないでいって1つのタンパクができるわけですね。では、この遺伝子分野の登場物質である DNA と RNA についてまとめておきたいと思います。で、DNA は、まあ、さっき遺伝子の本体と言いましたが、デオキシリボ核酸、RNA はリボ核酸の略です。で、両方とも核にある酸性の、核にも存在する酸性の物質なんで、こういう名前がついています。で、デオキシリボとリボの違いは、わずかこの糖のところの一分子の差なんですね。さて、で、今日注目していただきたいのは、この DNA が二重らせんをしているときに、このリン酸と糖の背骨の部分は、実は全部共通なんですが、この内側にある塩基というものの並び方が違うんです。生物によって、遺伝子によって。で、この並び方が違うんですが、素材は一緒です。A と T、A で、そして対面する相手も一緒なんですね。A の反対側には T の反対側には A と、で、G の反対側には C、C の反対側には G となっています。で、これがあの DNA の特徴。で、RNA は二重らせんを取ってなくて一本差なんですね。で、ちょっと DNA と違うのは T ではなくて U を使っている。AUGC ですね。で、この違いを見ておいてください。さて、先ほど DNA の二重らせんの中で A と T、で、そして G と C が対面していると言いましたけど、DNA と RNA が対面することもあるんです。この塩基同士が。で、その時には、さっきチミンの代わりに U を持ってると言った、ユラシルを持ってると言ったけど、A と U が対面するんです。さて、で、実はウラシルとチミンの違いはこの結合に関係してないここのわずかな違いでありまして、非常に類似している物質です。さて、この時に A と T、G と C が必ず対面しているというのは、ここの分子の形が、まあ、ちょうどそのぴったり合うようになっているんですね。で、ここもそうですね。で、ここに水素結合という結合があります。で、この水素結合というのが生物の生態分子を理解する上で重要なんで、少し説明しておきたいと思います。で、水素結合はこのデルタというデルタプラスと酸素分原子のデルタマイナスの間をつなぐ結合になっています。で、このデルタというのは、まあ、今回デルタ株ということで有名になりましたけど、ここにちょっとギリシャのアルファベットのことについて言いましょう。ギリシャ文字ではアルファ、ベータ、ガンマ、ここまでは誰でも知ってたと思うんですが、今回デルタが出てきました。で、イプシロンというのが出てきました。これは ABCDE に相当するんですね。で、このデルタというののプラスというのはちょっとプラスを帯びているという意味です。で、そして窒素と酸素はデルタマイナス、少しマイナスを帯びてるんですね。で、なぜそうなるかというと、水素、炭素、これハイドロジェンの H、水素ですね。で、炭素、カーボンの C、そしてニトロジェン、ナイトロジェンの N、オキシジェンの O ということで、窒素、酸素です。で、それぞれその原子核の中に陽子があるんですね。プラスの粒を、プラスの電荷を帯びた。で、この陽子の粒がたくさんあると電気的に強いプラスを持っているものですから、マイナスである、この周りを電子が回ってる、ぐるぐる太陽系の星のようにこの原子核の周りを電子がぐるぐる回ってるんですが、それを引きつける力が、まあ、プラスが多い方が強い、よって電子を引きつける力が、この大きい順大きい方が多い。まあ、本当は正確には電気陰性度というものがあるんですが、それはまあここの理解ではこの理解で十分だと思いますので、大きい方が原子核の中の陽子が多い方が電子を引きつけている。で、この電子を引きつけやすい方が少し周りから電子を引き抜いてマイナスを帯びるんですね。で、こちらがプラス、電子を引き抜かれて、この水素の周りも電子が回ってるんですけど、周りに電子を引き抜かれてプラスを帯びます。
で、これで電気的に引き合って、結合ができるんですね。で、これが、まあ、イメージでいうと、実社会のイメージでいうと、マグネットみたいなものです。完全に張り付いてるわけじゃないんだけど、相当強い力で引き合ってるマグネットみたいなものがありまして、これがちょうどぴったりくる形になってるんですね。で、これで塩基の相補性というのが決まってます。で、この必ず相手が決まってるというので、この A と T、G と C というのが暗号を理解する上での重要なポイントですので、私は受験生を教えてきたんですが、受験生たちに、まあ、浪人生ですけど、来年の今頃はグリーンキャンパス、緑のキャンパスに行って青春を謳歌しようというふうに、まあ、表現してほしいんです。アットグリーンキャンパスですね。A と T、G と C が対面していると。で、RNA の場合には T の代わりに U があると考えればいいということですね。さて、実は生物が使っているアミノ酸は20種類です。アミノ酸20種類。で、暗号はさっき言ったように、T と U の違いありますけど、RNA でも DNA でも4通りですね。で、4通りの暗号を実は3つ並びさせると64通りのパターンができます。そうすると20種類のアミノ酸を指定することが可能なんですね。で、もし2通りしか並べないと16通りしかできませんので、20種類を区別することができなくなりますということで、生物は3つ並びで1つのアミノ酸を指定することになってまあ、なってるんですね。さて、でこの塩基の3つ並びと、まあ、メッセンジャー RNA の、3つ並びとどういう暗号が関係するかということが1960年代に解明がされまして、それぞれこういう遺伝暗号が決まっております。で、まあ、英語と一緒で、英語は大文字から始まってピリオドで終わるという文法があるように、まあ、生物のこの遺伝暗号の時にも これから始まってこういうのでピリオドが渡れるという暗号があったりするんですが、まあ、それより本日重要なのはここのセリンのところを見てみてください。で、セリンはUC だったら3文字目が U だろうと C だろうと A だろうと G だろうとセリンなんですね。で、64暗号ありますので、20種類を示すためにはちょっと重なりの部分もあって、まあ、これは全てセリンを示すという形になります。で、セリンは実はここにもあります。だから6通りの暗号がセリンを示すということになります。じゃあ、そんなに多いものばっかりかというと、まあ、例えばアスパラギン酸なんかは、まあ、2つの暗号しかアスパラギン酸を指定しないという形になります。さて、この遺伝暗号の話も慣れるとパズルみたいで面白いんですが、まあ、最初とっかかりとしてとっつきにくい人には、まあ、モール信号と似てると考えてください。で、モール信号というのは今はあんまり基本的に使われてなく、海難救助では使えてないですけど、他で使われてるみたいですが、海難救助の信号として使われてたものです。で、英語、アルファベット26文字をこの打点ですね、トンとツーですね、トンとツー、まあ、トと表現してるから、トとツー、トと、あ、ツー、トトト、ト、ト、ツ、あ、違う違う、ツー、ト、2とですね、こういう打点でその長さで表現する。さて、 SOS という有名なセーブアワーシップという信号はどうやってるかというと、 S がトトトですね。で、 O がツーツーツー、トトトトトトツーツーツー、トトトトで、まあ、救助信号というのが、まあ、遠くから電信で発されると分かるということです。さて、これも、まあ、3文字かあるいは最高4文字使ってるやつがありますけど、3文字か4文字で、まあ、1文字のやつもありますけどね、まあ、大体26アルファベットを指定するというのに非常に似た形で、3文字で20種類のアミノ酸を指定するんですね。で、 UCU セリン、まあ、SOS があれば、これアミノ酸を1文字で表す略語があるんですが、 O で 1文字略語のアミノ酸がないものですから、まあ、まあ、類に形が似ているということで SDS でやってますけど、セリン、アスパラギン酸、セリンの暗号は UCU、まあ、一例として UCU、GAU、AGU ということになりますね。さっき言ったように UCU もセリンだし、ちょっと別系列である AGU もセリンです。
そしてあの GAU は、アスパラギン酸ですね。これ D という薬法で示されます。さて、ちなみに後で出てきますが、ファイザーのワクチンでは、これを、この就職 U のところ就職ウリジンである Y に変えてるんですね。そして、もう一つあの、あえて人が読みやすい、例えばこのセリンだったら、ウイルス自身のセリンがこれでも、わざと人が読みやすい方が、人のリボソームが読みやすい形がこっちだったら、こっちに置き換えてたりします。そういうの同義置換といいまして、そういうのもうまく活用してるんですね。さて、今までのことを総まとめで、これで確認をしていきましょう。ここ情報が来てスイッチオンが入って DNA 二重らせんがほどかれると、で片側を読んでいくんだけど、この読むときによく見てください。ここが DNA の原本が A だったら反対側には U、 T だったらメッセンジャー DNA、 反対側には A というのがちょうど裏返しコピーというのはそういう意味です。双方的なコピーを しまして、これが持ってこられます。でそうすると、その3文字ずつを読み込んでアミノ酸ができるんですけど、実はそこに仲立ちする運び屋のトランスファー RNA というも運搬 RNA というものもありまして、これとこれの間にも暗号があって、これも裏返しの関係になっております。それでは、いよいよ本題に近いところに入っていきたいと思うんですが、ウイルスの乗っ取り部位の話ですね。人の遺伝子の発現の流れをウイルスはこの今回の SARS-CoV-2 新型コロナウイルスはどこを乗っ取るかというと、実はここですね、核には影響を及ぼさないんです。で核の遺伝子本体のところに影響を及ぼさずに、ここの最後のリボソームがタンパクを作らせるところに、人のメッセンジャー RNA を押しのけて自らの RNA をコピーさせてウイルスタンパクを作らせるということです。さて、それでじゃあ今回のメッセンジャー RNA ワクチンというのはこの S タンウイルスの S タンパクを合成させることもありまして、ここやっぱりここに働きかけるんですね。だから核には影響を及ぼしてないから、例えば DNA が、人の遺伝子である、の本体である DNA が変えられるということは基本的にないんですね。さて、ここまで、やってきた中で、素朴な疑問が湧いてる人がいるんじゃないかと思います。ウイルスだって異物だから人の免疫系が頑張って排除しようとしますね。で、ところがメッセンジャー RNA だって外から来るんだから異物じゃないかと。外から来るやつはね。だったら異物排除の人の免疫は働かないのということです。で、これはまあ素朴な疑問であるとともに、実は2000年代初頭のカリコさんが2005年に論文書いた頃の研究者の悩みだったんです。で実はいろんな研究のためにメッセンジャー RNA の外から打ち込んで、あるタンパクを作らせたいというような細胞実験があるんですが、メッセンジャー RNA の外から打ち込むと炎症が起こってしまう。で炎症が起こってしまうので実験がうまくいかないということで、その外から持ち込むメッセンジャー RNA はそう簡単に人細胞が読んでくれないよと、それどこか炎症が起こっちゃいますよという問題があったんです。それでは人の免疫系について説明しておきたいと思います。で人の免疫系自身も深めると、まあ、これで1時間ぐらいできてしまうんですが、簡単にだけ言っておきますと、外から来る病原体表面の物質をアンチゲン、抗原って言ってます。で抗原に対して、基本的にすぐに働くのが自然免疫です。この好中球などがパクパクと、まあ好中球という白血球でよくパクパクと細菌を食べているようなイメージの映像を見たことあるんじゃないかと思いますけど、それがそうです。でもこのやり方だけでは不十分なので、実は人にはもう、この獲得免疫という流れがありまして、獲得免疫の中に2つの流れをやります。でこれは何かというと、この入ってきた抗原を異物として認識する樹状細胞とかマクロファージが、まあ、鈍色します。で鈍色した上で、こういう情報を持った、こういうタンパクの特徴を持ったウイルスとか細菌が入ってきましたということを抗原定時細胞としてヘルパー T 細胞という、まあ、免疫系の親分に伝えます。でそうすると、
まずこちらの系統ですけど、 B 細胞というやつを励ます。そうすると抗体という槍を作って、この槍を飛ばして、まあ、破壊締めをする。これ主に細菌、細胞の外にいる細菌に対して体液の中にあるこの抗体が串刺しにするということで体液性免疫と言ってます。さてウイルスについては、実は細胞の中に入ってしまうという問題があるんですね。一旦細胞の中に入ったら、この外からまあ、体液の中で飛ばす槍である抗体は直接は役立たない。じゃあどうするかというと、認識の仕方は一緒なんですが、ヘルパー T 細胞が、まあ、キラー T 細胞、あるいは細胞障害性 T 細胞というものに、まあ、これ、うん、別名なんですけど伝えまして、でこれが実はなんとウイルスごと、この細胞をやっつけてしまう。細胞をやっつけることでウイルスがそれ以上増殖できないようにするという仕組みですね。これ細胞が細胞をやっつけるので、細胞性免疫と言ってます。これをもう少しまとめてみましょう。つまり免疫には、比較的早く働く、まあ、大体その感染直後から4日間、まあ、0日から3日か4日ぐらいまではこの自然免疫が中心なんですね。非特異的免疫といいまして、まあ、とにかく、まあ、さっき言った好中球がパクパク食べるだけではなくて、早く対応できるけど、細菌とかウイルスの情報を非常に大雑把に捉えるだけで反応するやつがあるんです。で、まあ、まず侵入させない物理的バリア、皮膚のバリアとか粘膜がリゾチームという抗菌物質を持ってきて、それで細菌を溶かそうとするとか、そういう作用もあるんですが、この自然免疫で最近注目されているのがトルライクレセプターというやつですね。これ後で解説します。でこれが大雑把に、これ今回入ってきたのは細菌グループじゃないか、今回入ってきたのはウイルスグループじゃないかということを見分けて攻撃をするやり方があります。さて、このやり方だけで排除できればそれで終了するんですが、このやり方だけで排除できない場合には、まあ、4日から2週間ぐらいかかるんですが、適応免疫というのが働きます。でこれはさっき言ったように樹状細胞とかマクロファージが仲出しとなって、こういう特徴の SARS-CoV-2 だったら、こういうタンパクを持ったウイルスが侵入してきました、このタンパクを狙い撃ちしてくださいというような情報を抗原提示細胞というのが提示しまして、あ、じゃあそういう、こういう形のタンパクに対して攻撃するような槍を作ろうとか、そういう細胞、そのタンパクを持った細胞があったら感染細胞とみなして攻撃しようとする、その相手を特定する免疫を起こすんですね。遅いけど正確です。でこれがさっき言った体液性免疫と細胞性免疫です。さて今回のカリコさんの研究の、まあ、ポイントとなる、さっき少し言ったトルライクレセプターについて説明をしておきましょう。ここに書いてあるように細菌ウイルスなどの共通の成分を認識する需要を認識して炎症反応、炎症というのはまあ免疫反応の一種なんですけど起こさせると、でトルライクレセプターと言います。でトルというのは何かというと、ドイツ語ですごいという意味ですね。ですごいレセプ、まあ、すごいようなレセプターということです。でこれは、その免疫反応がすごいという意味で名付けられているんじゃなくて、ちょっと別の研究分野で症状媒のセハラ軸決定遺伝子を調べた、で発見されたもので、まあ、そのことがすごいってある研究者が言って、それが名前になっちゃったんですが、そのトルに似た形のレセプターが人の免疫細胞にもあることが分かって、トルライクレセプターというふうに名付けたんですね。さてそのトルライクレセプターの実態でありますが、この細胞表面に出てくる、まあ、大体9タイプぐらいのトルライクレセプターがありまして、まあ、この1,2,4,6 は細菌の細胞壁成分は、どの細菌でもペプチドグリカンとかリポタトウというのは大体持っている、タトウのトウは糖分のトウですけど、タトウを持っています。でこれを認識する、あるいは細菌が共通に持っている鞭毛だけを認識して攻撃を始めるという、まあ自然免疫を始めるというものがあります。それから細菌グループはこの細胞膜表面でトルライクレセプターがあるんですが、ウイルスグループはここのエンドソームという細胞の中の、にレセプターがあります。だってウイルスは細胞の中に入ってきますので、細胞の中で認識するんですね。でその中で、まあ、いろんなものがあるんですけど、1本 RNA を認識する非
非就職と書いてあります。これはちょっと意味がありますので、非就職メス一本差 RNA を認識するトルライクレセプターの7、8というのが今回、関係します。さて、もう少しまとめてみますと、これです。私たちの細胞は通常はメッセンジャー RNA を DNA から転写して作って、さっきリボゾームで読むと言ったけど、実はその前に RNA 修飾というのがありまして、RNA を、その、なんていうかな、この RNA にメチル基などの小さな分子をくっつける、その反応があるんですね。あるいはちょっとだけ分子を変化させる反応があります。で、これがよく研究されていたのがトランスファー RNA というものでありまして、さっき運び屋タンパクでこの結構その別の RNA が就職、 RNA の元々の素材が就職されている現象が多いことが分かってきたんですね。で、それがメッセンジャー RNA にもあることが分かってきまして、それがあっても実はあの A と U、あるいは A と T、G と C の対面部分には影響を与えない分位なので、普通にこうリボソームでは読み取ることができて、タンパク質が合成ができる。ところが、ウイルスなんかの RNA は、実はその RNA 修飾ができないので、非修飾なんですね。で、非修飾 RNA が入ってくると、さっき の、あのトルライクレセプターが、こう修飾が、RNA 修飾化されていると、これは、私自身の RNA だと認識して攻撃をしないんですが、非修飾の RNA は攻撃をして炎症を起こして、白血球を誘引したり、インターフェロンという、こう、ウイルスに対して防御をさせるような遺伝子、物質を誘導したりして、やってしまう。で、そうすると、何が起こるかというと、もし非就職のメッセンジャー RNA のまま今回のワクチンを作ったとしたら、すぐにこのタンパクを合成する前に炎症が発生してしまって、むしろ副反応がもあの起こるだけで、目的のタンパクができないためにワクチンの役割を果たさないですね。ところが今回、就職ウリジンを導入したことによって炎症が発生せず、そしてタンパクが合成されます。でタンパクが合成されれば、先ほど言った獲得免疫が誘導されて、これが本来のワクチンの目的を達することができるということですね。もう一度確認しますが、このウリジンですね、ウイルスや私たちが持っている RNA の素材であるウリジンの配列をこの一部置き換える、3箇所置き換えるたものが1メチル修導ウリジンでありまして、この研究によって、今回のメッセンジャー RNA ワクチンが人の自然免疫に排除されることなく、人体の中でエスパタンパクという獲得免疫を作らせるものを、誘導ができたという話であります。さて、先ほどの2005年のカリコ論文に戻ってみましょう。よく見るとここにトルライクレセプターっていうのが出てきますね。トルライクレセプターということで、トルライクレセプターによる RNA 認識を抑制すると、まさにそのカリコの研究の本質を示している一文でありますけど、そういうことを研究したわけです。で、そういう研究の背景を見た上で、再びぜひファイザーのワクチン、私がちょっとファイザーが先に日本で発売されたので、ファイザーのことを中心に分析したんですが、ファイザーのワクチンの塩基配列、アミノ酸配列を見てみてください。Google でワクチン、空白、就職、空白、配列、非常に分かりやすい言葉で、これ3つ並べてありますと、検索されまして、ここの7番目ぐらいに私が作った、これ、朝倉千葉 JP ですね、が出てきます。ここに今回のワクチンの4284塩基配列 AUGC の並びと、正確に AYGC ですね、ワクチンについては。それでウイルス S タンパクの、アミノ酸配列が書いてありますので、そういう視点で見返していただくと、ここに16年のカリコさんたちの苦闘が反映されているんだなということが実感できると思います。ちょっと見てみましょう。で、これがそのサイトの一部を見たものですが、1行目がワクチンのメッセンジャー RNA で、青字が痴漢ですね。で、痴漢というのは、同じ、例えばセリンを示すものでも、
あえて別の暗号に置き換えているということですね。そしてもう一つはこの、当たり前のこととしてウイルスの S タンパクのウリジンは、まあ、置換の場所でわざと C にしているところもありますけど、ウリジンは基本的に全部 Y、1メチル集動ウリジンに変えているということですね。というところを確認をしてください。それから同義置換をいろんな場所で入れ込んでいるということです。で、こういう改良によって作られているということですね。あと、まあ、有名な変異株のところにも指定してありますので、ご覧いただければと思います。本日の動画を見ていただいて興味が出てきた人は、これまでも時に触れて、まあ、まずは入門編のことを2020年の12月24日に全体の入門的な話をして、それからデルタ株に注目して8月10日に注目しました。そして市議会でも変異株と新型コロナウイルス対策などについて質問した内容を YouTube 動画に載せてますので、ぜひここの右下のところにここら辺にチャンネル登録のボタンがあると思うんですが、ぜひ朝倉未来ある、YouTube サイトのチャンネル登録をしてください。そして先ほどの、ウイルス情報も含めて朝倉未来ある公式サイトでさまざまな情報を発信してますから、検索をいただければと思います。また本もさまざま出しております。今回の内容はこのウイルスと遺伝子ですねに詳しくウイルス全般のことを書いてありますし、もっと広く生物学一般について関心がある方はこれをご覧いただけると思います。で、Amazon などで取り扱っております。カリコ博士、ワイスマン博士、2023年ノーベル生理学医学賞受賞おめでとうございます。メッセンジャー RNA ワクチン開発への貢献に感謝いたします。実はこの動画、2021年の10月、2年前に受賞すると予測し作成しておりました。で、しかし受賞しなかったので2年間眠らせていたものを微修正して本日アップいたしました。皆様、解説動画をご覧いただきどうもありがとうございました。